半世紀生きたもう働きたくないヴィランです。今13時の夜8時を過ぎたところです。あれが来た。はい、今からエデン京都行きます。今日はツイッター名ラーメン松井っていう人のラーメンバーに行ってきます。ラーメン食べてきます。じゃあ店から持ってきたんですか。持ってきました。なんか持ってきましたよ、ちゃんと。すげえな。だって初めて食べるかもしれない。あんまり京都で油そばってやってはるところ少ない。あんまないですよ。混ぜるの。いや、もう混ぜてあるんでそのまま食べてます。あ、そのままで大丈夫ですか。はい、はい、よし。これなんだっけ、煮干しラーメンだっけ。煮干しラーメン、煮干しそば、煮干し中華そば、何でもいいです。何でもいい。煮干しからスープ取ってるいうことね。中華そばに近い感じですか。マルテさん前食べた時ってあれ自家製の時じゃないです。じゃない、はい、じゃないです。2回食べてくれたはず。2回目の時は自家製でないタイプの麺を食べてもらうことになります。フレアさんと同じですか。あ、さっぱりっていうか、そんな煮干しやから、うん、なんちゅうの、豚骨よりはさっぱりしてるよね。食べやすいんじゃないですかって、うん、さっぱりだ。醤油が濃いこともない。うん、出汁感が強め、煮干しの風味が勝ってるいうか、うん、うん、あんまり醤油して醤油醤油してないか、うん、バランスがいいんですよ。うどんっぽい。まあ、うどんっぽい。そういうのですか。そういうもんです。リスとかじゃないんで、大丈夫です、大丈夫。そういうもんなんで。はい、はい。なんだ、にしんそばやったっけ、京都。あ、俺、食べたことないけど。イメージ的に。僕ね、イメージとしては、ラーメンや、京都でいうと、ジャノメ屋とか。うん。まあ、そういうラーメンにプラス鶏を入れて、うん、まあ調和を保ってるんですけど、うん、おはようございますというか、こんにちはか。14日の4時前ですね。夕方4時前です。はい、昨日ね、イベントバーエデン京都行ってきたんですが、昨日はラーメンバーというツイッターアカウントラーメン松井さんっていう人のイベント行ったんですけどね、ラーメン食べてきました。結構ね、油そばともう一つ新作の煮干しそばも食べてきて、ちょっと食べ過ぎたかなっていう感じですが、昨日13日の支出がなんかエデン京都行ってきて、ビールとか、ラーメンとか、あとビール飲んで、チャージ代払って2650円かかってます。預金残高は756万2653円です。よく行くね、僕がよく行くエデン京都とかエデン難波とか梅田とかあるんですが、なんや言うたらね、イベントバーということで、偉い店長さんが最初東京の方で
出店したんですけど、ここじゃね一日店長いうことで誰でも、一日店長じゃない一日バーテンダーかということで誰でもバーテンダーになれるというコンセプトのお店です。昨日はだからエデン京都で、ラーメン松井さんという人が、ラーメン松井さんというのはあの川西市の方でラーメンやってる人なんですが、京都の方に来て、ラーメンを振る舞ってくれました。売り上げとかね、なんか上がったらどうなるんだいうのシステムを簡単に説明しますと、まあ、1万円までは、店側の方に入れて、それ超える分からは店側と折半ということになります。はい、例えばですねこれ書いたんですが、売上3万円の場合、まず3万円から店側が1万円もらえます。これはあのドリンクとかいろいろ設備使って経費かかってるんで、これ店側がまず1万円引きます。で残りの2万円を店と折半です。でこの残った1万、2万円を割って残った1万円がこれがあの1日バーテンダーの人の取り分になります。でなんかいきなりなんでこんな説明しだしたかというとですね、実はですね11月1日にエデンナンバで僕1日バーテンやったんですよね。あのピロヤンバーってやったんですが、売り上げ1万円届かなかったです。まあね YouTube のコミュニティとか、あ Twitter の方には告知したんですけどね、お客さんがちょっと少なくて売り上げ上がりませんでした。はい、一応動画も撮ってたんですけど、なんか編集しようとしたら見つかんなくて、なんででしょうかね、なんか間違って消したかもしれません。まあこのように売り上げ上がんなくてもノルマとかないんで、あらかじめ店になんか場所代とか入れなくてもいいんでね、エデン系列の店は。まあ僕が失ったもん言うたら、交通費と、まあ、時間ですね。ということで、みんなエデンでバーテンやらないか。じゃあ京都の水で入れたコーヒーを。ユーチューバーとか、ツイッターとか、ツイキャスのやっていて、なんかオフ会でもやりたいなという方があったら、エデングループの方でやってみるのもいいんじゃないかと思います。はい、動画ご視聴いただきありがとうございます。ピレアンでした。いや